松浦五郎は日本のカトリック教会聖職者で現人のカトリック名古屋教区司教である。先例名はミカエル。2001年9月22日、過ちを繰り返さないためにという新世紀の生命の中で愛し合うように作られた人間であるのに、我を忘れて殺し合いへと突き進んできた歴史を解雇し、キリストは人々の憎しみと排斥の中にあって、 剣を鞘に収めなさいと弟子たちを戒しめ、和解と許しを願って十字架に登り、そのために自らの命を差し出したと述べ、このキリストの生き方に従っていこうと呼びかけた。九条の会の賛同者でもあり、九条の会の設立を心から嬉しく思い、連帯したいと思います。私たちも同じ趣旨で活動しています。日本を戦争のできる国への転換は絶対に 阻止しなければならないと考えます。そのために平和憲法を守る一点に集中して集まりましょうというメッセージを寄せている。2013年3月13日、阪急電車の車内で座っている女性にわいせつ行為をしている男を取り押さえた。司教が取り押さえた男はタンクの司教よりも背が高く20歳も年下の会社員であったが、司教は全く怖くなかったと語り、 犯罪を見て見ぬふりをするようなことには憤りを感じていたと当時を振り返った。死境文章はアルファベットの P と J からなり、全体は握手と鳩がイメージされている。その意味するところは、この世における神の国は、具体的には全非造物の調和のうちに正義に基づくキリストの平和によって実現していくというものである。名古屋教区死教に、 松浦五郎司教バチカン放送局。松浦司教が着座カトリック新聞オンライン。9条の、海賛同者。賛同メッセージ。白昼の電車内に、下半身土質難見て見ぬふりできぬ。司教、完全と、大阪。産経新聞。2013年3月13日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2017年12月21日閲覧。私たちの教区カトリック。 名古屋教区、ありがとうございます。